ポコ、音楽も武器になる。スメリア国の軍隊であるパレンシア公軍の新兵兵士15歳、争いを好まない内気な性格で音楽を友達として暮らしてきた。ポコの音楽の才能はかなりのもので、音の精霊の加護を受けるほどだ。音の精霊とかあるんだ。ゲーム序盤では防御力も移動力も低いため、油断すると敵の餌食になってしまうことも多い。敵の中に攻め込ませたりしない方が賢明だ。特殊能力の面では戦の小太鼓の、戦の小太鼓、ノロマのベースなどの魔法を使った味方の補助に徹すると力を発揮する。標準装備はシンバルだ。補佐だね。あのね、2ではめっちゃ強いんやけどね。2ではもう前線いけるし、回復できるし、魔法使えるし、ほんと強いんだけどな。買いかぶりすぎたかな。1ではこんな情けないことになってるんだね。まあ1のこの、何 ?1 のこういう戦いを乗り越えた結果強くなった。最も伸びしろがあるキャラクターだと思うわ。はい、だそうで15歳だって。アークともない年だね。よっしゃ、行こうか。センバラ、どっちから行こうかな。先にルアージ行こうか。セバ、まだいいよ。何も手に入ってないよね。よし。間違えたー、間違えたー、セーブしちゃったー。はい、行きましょう。行くぞ。まずはマップ確認から。ゴースト、レイスで宝箱。うわ、ファイターこいつめっちゃ好きなんだよな。ファイター大好きなんだよな。あの2ではね、2入ったらファイター使いますんで。はい、ばらけるのは良くないな。中央に寄って戦うか。で、宝箱なんだけど、ちょっと説明書見てたんだけど、あの攻撃することによって開けれるから、あの石とか魔法打てば取れるんじゃないかなと思ったんで、ちょっと一回試してみます。よし、じゃあってことで右寄りで行こう。右寄りに陣形を取ろう。さあ来い。あそこ通れないね。あ、10。まずは小太鼓から入ろう。ちょっとククル入ってないから、ククル来るの待つか。ここ大丈夫だな、ここ大丈夫。よし、弱え弱えな。はい、ふう、あ、やばいぞこれ。これポコやばいな。これセーブしてて正解だな。ポコ、ポコ、ポコせめて太鼓を叩いてから死んでほしかった。ナイスナイスナイス、3コンボ。はい、え、つええな。やべえ、つええ。無駄だ。どうしようかな。舐めてた、ちょっと舐めてた。アークは舐めてた。とりあえず慎重に行こう。よし、まだまだ大丈夫大丈夫。よしよしよし、一匹ずつね、一匹ずつ。後ろから攻撃。いける。あのジャンプレベルがね、上がれば敵をジャンプして乗り越えることができるようになるんで、非常に戦いやすいんで。まだね、ジャンプレベル低いから、ちょっと回復しとこうか。ジャンプレベル低いからね、敵をジャンプすることができないんですよね。よしよし、いけ。
逃げたね。レイスはヒットポイントが低くなると逃げちゃうのか。ここで待つべきだな。先に倒す。よし。よし。力がみなぎってきたぞ。あ、そうだ。復活？復活剤あったね。使おう。よし。使おう。で、あんまり固まってると動けなくなっちゃうから。復活剤。復活の薬。情けねえ顔だな。とりあえずここ、うん、全開ではないと思うんで回復させます。ここで力を見せてやるぜ。よし行こう。ファイターファイターやばいな。13、うん、回復だね。後ろは向けちゃダメ。回復。よし。動けません。太鼓叩けよバカ。おい、楽隊だろ。叩け叩け太鼓。行こう。よし、もっと強くならなければ。レベルアップ。サイレント、やったね。攻撃瓶。よし、よし、ここで叩こう。OK。攻撃力アップかな。ちょっと宝箱にねワンパン入れたいんだよな。ここから石届かないかな。多分もう一歩前行かなきゃいけないな。さあやるぞ。ああポコポコもここから石。やった、小さな爆弾。やっぱりやっぱ取れんじゃん。取れるやん。ちょ、ニカラスの森後で取りに行きますわ。うん取れるやん。あんまり攻めすぎる。アークが先陣切らなきゃいけない。アーク先陣切らそう。ポコ邪魔。よし、で後ろにククルつけて、でポコ、でアーク。さあやるぞ。よし、でここでそれ、あ、中央にいないとあれか、アークまで入んないな。ってことは一番最初のさ、あれも取れたんかな。だから取れたんだろうね。任せて。何が手に入ったんだろう。後で調べとこう。うん、ここはサイレントじゃないな。石投げよ。石は強い。あ、石けどさ、結構重要なんじゃない。ああいう宝箱とかさ、宝箱とか開けるときにさ重宝するよね。ええ、効かねえ、効かねえ。花粉攻撃。寝る？てかこの子は動かないんだね。動かないパターンのモンスターか。じゃあ一匹ずつ倒していこうぜ。投げよう。強くなったような気がする。石は思いのほか強いから、うん、石もっと手に入んないかな。左はとりあえず置いといて右から行こう。んで一旦回復させたいな。アークの方が弱ってるでしょう。よし、回復して、でポコでパチ。ポコ大丈夫かな。ポコに、ポコ邪魔だな。どけよポコ。
あ、そうだ、スローエネミー。あ、素早さを下げる、うん、まあまあ、こっちでいいだろう、うん、バーンクラウンド。火効きそうだしね。火めっちゃ効きそう。そうでもないな、うん。あ、やっぱ任せて。おっ、ぽちょっとポコ、うわ、ポコ下げれねえ。ポコ下げれねえじゃん。こっから届くかな。オッケー。おい、ちょ、ポコ、お前どうにかしろ、そこ。ここで力を見せてやるぜ。バーンクラウンド。邪魔だな、ポコ、邪魔すんなよ、ポコ。八。やっぱり補助役として運用するのがやっぱベストだね、ポコはね。うん。勉強になりました。はい。一旦置い、あ、それだったら左くぐる、左に向かわせるか。バーンクラウンド。くぐるはバランスいいからね。うん。オッケー。大丈夫か。よしよし、大丈夫だな。13、いける。効かなそうだな。4、4、4、4、40くらい、40いけ、40いけ。9、あ、いいね、いいダメ、いいダメージ。逃げた、よし、逃げた。こっち、よいしょ。追いかけろ、ポーコ。あと一撃だな。魔法使いすぎた、魔法使いすぎた。じゃ、石大切にしたいな。石大切、ポコに任せよ、あれは。うん。手がしびれた。ポコ頼むぞ。ポコ。あ、やばいか、ポコやばいかな。いけるよな。オッケー、よかった、よかった。うん、信じてたよ。うん。任せろ。よし。あとはもうこっちサイドに任してくれ。ククルーに任してくれ。オッケー。すえー。宝箱回収しに行こう。先に。うん。忘れちゃう前に宝箱を先に回収しに行きます。ニグラスの森。うん。セーブ書いとこうか。うん。こまめにセーブしとかないとマジでやられる。ここはカットでいいかな。うん。石を投げる。ポン。いいぞ。回復果実。うん。微妙。はい、回復果実だったね。うん。じゃあ、千原の沼行きましょう。セーブします。はい。オッケー。装備は、うん、何もないね。ステータス的にはちょっと、ステータス、ちょっとポコのレベルが低いか。うん、確かに能力値低いな、ポコ低いな。オッケー、行きましょう。宝箱あるね、また。マジで？大丈夫？マジか。
一旦固まってスローエネミー、うん、スローエネミー、そうそう、これね、一回戦闘終わるごとに全回復するみたい、うん、MP とかね、ヒットポイントとか全回復してた、うん、ここでサイレントはいいか、キュアも大丈夫、太鼓を叩く、うん、まずは太鼓を叩こう、よし、道は開けとかないとな、ここをしてこうだな、よし、敵の攻撃力も上がったらもう爆笑するけどね、オッケーよし、あーポコ狙ってくるよな、はい、よし、あ、ジャンプレベル上がったからかな、これ味方は飛び越えられるようになってる、はい、強い、ククル強え強えな、ククル、私から力が湧いてくる、よし、メテオホール、これいけるかな、いけ、オッケーオッケーオッケー、レベルアップ、このエビ、このエビ移動力あるし、あの空飛んでるからやばいな、厄介だな、で今覚えたのがこれ、メテオホール、隕石が落下して周りの敵にダメージを与えます、使ってみよう、よし、メテオボール、早く戦いを終わらせなくちゃ、うん、まあまあだねまあただアークの場合だったら攻撃した方がいいんだよな、普通に、うーん、左攻めとくか、ここら辺だったら届かないだろう、よし、みんな頑張ろう、ポコ大丈夫、20、上からの攻撃が来そうだな、一旦ここは回復しよう、あ、これ使うの初めてかな、よし、アークなら問題ない、よし、無駄だ無駄だ、下から行こう、ナイス、どうしようかな、でククルはちょっと宝箱を狙ってもらおうか、もうちょいでワンパンで倒せそうだ、反撃しろ、反撃はまだちょっとレベル足りないか、いけるかな、ポコさんいける、ポコさん頑張って、こっち、よし、これど石届かなくね、これ、あ、上から、こっからかな、こっからこっからかな、ちょっと戦闘が終わっちゃうとね取れなくなっちゃうから、おお、ナイス反撃、いいねいいね、ナイスナイス、ほい、それくらいじゃ効かない、はい、こっから、あ、届く、よし、やったね、聖水、いらねえいらねえ、お、いいね、ポコ反撃できるようになって、なんかめっちゃいい感じになってきた、待機待機、さあ仕留めちゃいましょう、えい、
聖水か。ちょっとなんか装備品とかだったら嬉しかったんだけどな。うん、これで、OK だね。2ついったんで、軍の本部に戻りましょう。その前に一旦号令区切っておきます。はい、ではご視聴ありがとうございました。